みんな元気を出して、ロケットを直せばいいさ。本末転倒、意味がわからなかった。この星に来たかったんじゃないの？材料を探しに行こう。宝を探しに来たんじゃないのか。マジカルムーン。さあ、最終ステージですね。マジで難しい、ここ。ここは本当にね、今までのステージの本当に何倍も難しいので注意します。本当、一回死ぬだけでペナルティがめちゃくちゃでかい。ここね、ほんと一発死ぬとだいぶ痛い目に遭うんで、ちょっと気をつけていかなきゃいけない。本当に気をつけていかないといけない。このパワーをね、できるだけ維持していかなきゃいけないんだけど、これ多分上から行くのはね、至難の技なんだよ。こっから先は足場が見えなくなるとなるので、なるとっていうかなるので、あとこの風船が意外に生きてんだよな。ここまでために貯めた、ためには貯めたというか、まあ、ちょっとデータ消えちゃったあれだけど、貯めてきた風船がかなり効果を発揮するところではある。まあ、今難なくクリアしちゃったけど、上何もなかったっけ？あったよな。これだけか。よし、順調です。あー危ない。あれはジャンプおじさんですね。あれを踏むとバイーンつって飛んでっちゃうんで注意。ユキンコを倒しつつ先に進む。いやらしい植物が、やっちったよね。まあいいよね。大丈夫だよね。よし、風船手に入れた。いいよ。コマ進んでいこう。これ上か。上が正解か。ああ、くそ、あれ、口開いてる時に行くとダメージを受けます。まあ見ての通りですけど。じゃあちょっとこの宝の、ちょっと、おい。いやー、どんぐらいのジャンプ？こんぐらい？よし。よーし！こんなに順調に進むことないな。今までで一番いい。ここはね、謎の生物というか、謎の宇宙船が襲ってくる。まあ、でもね、なんか、安心設計で、これ黙って進んでは大丈夫。この、あのレーザーも特にダメージないし、この首長竜も特に全然ダメージはないので、普通に進んでいって大丈夫ですね。ただ意味はわからないな、こいつほら。レーザー撃ってるところと落ちてるところがなんか合ってない気がするんだよ。うわー、当たったし、レーザーにダメージあったわ。ごめん、嘘ついた俺。そしてその事実を俺今まで知らなかったんだ。本当に知らなかったんだ。許してくれ。ガンガン撃ってくるな。恐ろしいやつだぜ。いいぜ。なんてことはないな。ただこれちゃんと先を見ていかないといけない。ジャンプ力がね、4倍ぐらいなのが本当にありがたいよ。で、対空時間が2倍ぐらいなのがね、もう全然関係ないとこって今ここ崩れたでしょ。わけは、おお、なんだなんだなんだ。ちょ、すいません、本当携帯切ってくの忘れてた。大事な収録中に携帯が鳴りたんだ。実況者としてまずどうなのかってところよね。実況10年ぐらいやってるくせにね。連れて行かれた。喜んでるまであるな、これ。よし、これで基地内ですね。これね、指ちゃんとこれピシッってこれできるのね。これね、知らない人結構いる。このゲームをやっててこれを知らない人は結構いるぞ。でんてでんてんでんでんでん、いい曲だ。アストロマーチンっていう曲なんだよ、これ。まあ今嘘ついたけど。知らないこと、知らないくせに適当なこと言った。知ったかぶりしたけど。10機もあれば大丈夫だとは思うけど、とりあえず11機にしとくか。11。まあ言いたかっただけだけど。特に何の意味もない。11という数字に何かあるわけでもないわ。11モンキーズじゃ、え、11、ん？イレブン朝、え？なんだっけ？なんて番組、なんで映画あったっけな。結構好きな映画あったの。イレブンアサルトモンキーズみたいな。違うな。違ったな。なんて映画だったかな。なんか11人の暗殺者が狙ってくるみたいな、そういうのがあった気がする。すごいね。すごい面白かったんだよ。で、その続編が出たんだよ。
で続編が出て、おわ面白そうと思って見ようと思ったらね、もう超クオリティが下がってて、ワンではホテルを舞台にしてたのよ。でホテルを舞台にしてすごい大掛かりなこう爆発とか、もうなんか銃撃戦とかあって、いやこれはすごい映画だなと思ってて、そしたら2はじゃもっと、あーくそ、もっと大きな場所でやんのかなと思ったら、2はバーだ。バーが舞台な、ちっちゃいバーが。嘘でしょって思った、ほんと目を疑った、ほんと。おい出てきてくれ、これどれに捕まっても、あてか、あーやっちゃったよ、最高にくだらないダメージを受けた。どれに、いやくそ、ちょっと何やってんだこれ。よいしょ、おい、これね上に行くのは2箇所しかないんだ。だからちゃんとその上に行くバルーンを選んで、こうやって掴んで登っていくしかない。よーし、おお、なんか右から来たぞ、お掃除ロボみたいな。ルンバ2が来た。ルンバというよりあれだな、ソフトバンクにいるやつみたいな、あの謎のロボット、ソフトバンクにいる。ペッパーだ、ペッパーが出てこなかった今。ペッパー出てこないな、気色悪い。いった、え、やばい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 でしょこれ。よし、風船でもこの先いらなかったんじゃないか。あ、いるわ、この先風船いるわ、風船いるな。倒せるか、これ画面外から離れると体力回復したっけ、大丈夫だよな。いやー、もうこいつらマジでもう耐久力がもう本当にモンスターだから、かなり気をつけないね。というかもうあれだな、マジックパワーがなくなったせいでさらにきついことになってる。うわー、くそ、滑るんだよ、もう滑るからちょっと気をつけないね。気をつけなきゃいけないしか言ってないな俺。気をつけなきゃいけないのは分かったから気をつけろってな。いやーちょっと滑りすぎ、感性がつきすぎる。そんなに人って感性つかないと思うんだ俺。よしよし、もういいや、行こう行こう行こう、トローダーンのもシュッ、いた、ちょっと雑だな、プレインがだいぶ雑になってる気がする。ちなみにさっきの水滴ロボットみたいなやつ、目薬ロボットみたいなやつは、少しでも体の中に水がある状態ではダメージが入んないんだけど、空になったら攻撃が当たるようになるという面白いロボットですね。面白い。ほっ、何かあったかなと思って登ってきたけど何もないか。俺だから水滴を全部使い切るまで待たなきゃいけない。よしよし、あぶね、あいつどこにでもいるんだ本当に。ということはだよ、この宇宙から、この宇宙船から飛来してきた生物だっていう今推察できるんじゃないか。その可能性が高いよな。でドナルドもまたこの宇宙空間や水中でも自由に呼吸ができたりするところから、宇宙生物の可能性は高い。いや無駄ダメめっちゃ食らってんな俺、無駄ダメすぎるな本当。しかしマジックパワーを手に入れたのでかいぞ、こっからは慎重に行こう。ほらほら、オーケー。伸びきってる、どうなってんだそれ、それドナルドどうなってんのそれ。まあ随分自然に使ってるけどさ、これはこっちが何かあったっけ、確か風船もう使いどころないからガンガン使っていいと思うよこれ。うん、かといって無茶はできないわ、今のは結構無茶だ。あれ高いところに行っても取り返しのつかなくなることなんてよくあるから、ちょっと待ってくれ、全然登れないぞ。よーしよし、とりあえず右上を見てくるか。てかお金貯めるに貯めて全然使ってないな。3万4000万のか。
ちょっと次ショップがあったら買い物しようとか言ってもうなかったりしたら、そういうミスは俺よくやるからな。 OK、 あのお金はいらない。あー行っちゃった。マジックパワーがあるね。いやだから風船あるからもうああいうの無視して行っちゃっていいと思うんだよな。行ってみるか。もう風船パワー、ほら、もう風船パワー、さらに、再度風船パワー。あー、いや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 、こういうことしてると。あー、やっちゃったよねー。これで風船ゼロになります。あー、まあ、しょうがないな。風船だけだ、なくなったのは。風船と俺の悲しみが、悲しみというか、俺のプライドが一つなかった、今まで。もう、怖いものないわ。だからといって死にまくっていいわけではないんだよな。はいはい、強い。風船だ。風船取っていっちゃいたいな。ダメだろうな。はいはいはい。お金がなくならないのはね、このゲームのいいところだよ。このゲーム悪いとこなんかないんだけどさ。お金がなくならないのはありがたい。危ねえ。風船だ。風船取ろう。よーし、行こう。風船でもう一気に行こう。一気に行くぞ、一気に。いや、危ねえ。よしよし。よし。よし。何をやってるんですか。わー、もういい。じゃあ、バカだバカ。あー、もう、ちょっと待ってくれ。あれだよ、全然焦ってないよ。あ。よーし、これこれ。狙い通りだわ。何を狙ってたんだって言われるな、マジで。わー、あれ上行きたいなー。買い物しようぜ、せっかくなら。もうこれだけ金があまりに余ってるんだ。フル装備で行こう。よし。こういう時に限って、まあ、人生とはこういうもんだよな。戸惑いこそ人生なんだよ。あー、そういうシステムだったっけ。そういうシステムだったっけ。おい、まずいまずいまずい。あー、でもこっからか。死にすぎじゃない？ラストにしてこんなに死ぬことないのに。いや、もうお金には目をくらませない。あれが来た時だけ飛ぶ。あ、とは言いながら飛んじゃう。欲しくなっちゃう。体が欲する。抗えないわ、欲に。よし。うわ、なんだお前。はぁ、お前がそのゾーンだな。ちょうどいい。お前宝石持ってるな。分けてくれよ。宝石をあげますか？はい。なんだ？これっぽっち持ってないのか。嘘でしょ？いやいやいや。それ無理だよ。無理無理無理。それこれっぽっちしかないよ。どうすればいいんだこれ。なんだこれ。わぁ、もうめちゃくちゃだ。やめたくなってきた。突然やめたくなってきた。だからこのまま先行ったってしょうがないんだ。とりあえず下から攻略していこう。だから多分だけど、このリングを合わせていけばいいんじゃないかな。いや、マジ？あれ無理だな。こっちはまだいける。よしよし、少しずつこうやって集めていこう。これでいいやつ。いや、なんかね、なんか下手くそだね。いや、でもこれでいいんだ。とりあえずね、俺は下積みが足りない。このゲームにおいて、このゲームにおいて俺は下積みが足りてないわ。全然しっかり研修を積んでいかなきゃいけない。研鑽を積んで、ハイドナルドとしてレベルの高い一歩上の、一つ上のランクのドナルドになって、
ここをクリアしていかないといけないわ。それが俺の使命だ。課せられた天命とも言える。メガドライバーとしての研修を終えるためにはまずここを難なくクリアするしかない。おい、マジかあれ。うわー、すごい難しい。おい、取れないんかい、それは。よし、買い物だ。いや、一応買っとくか。待て待て、あとあとあと、これこれこれ、これめっちゃ買っとこうぜ。もう金が許す限り。よし、よーし、8期まで回復した。いや、強っ。よーし、一発食らっただけで済んでんのはでかいぞ。いや、それはもう一発以上食らえるところないだろう。何を言ってるんだ俺。おい、二発目食らったバカ、二発目食らったバカがここにいます。くそ、ちょっとでも稼げていくぞ。体力を稼いでいかないと。よーし、いいね。よし、いいよ、行こう。あとはここで食らわないでいければ。マジックパワーは全て失ったけど、その代わり得たものがある。勇気だ、そして友情。孤独なドナルドは何か幻想を見始めた。おい、大変なことになってる、大変な。おい、合わせ技一本かお前ら。初めて見た、あれ、あんなことになるんだ。おい、二人いるぞ、さっきいなかったろ。増やすな、数を増やしてごまかすな。あ、これあれか、もしかして。よーく見たら落ちてくるとこわかるか。あ、全然わかんねえや。よし、よし。うーだ、なんだ、なんで、なんで。お前ら上手すぎないか。ヘディング、センタリングに合わせる能力高すぎるだろこいつ。長谷部かよ。誰だよ長谷部って。サッカー知らないくせにまた余計なこと言った今。長谷部ってどんな選手なんだろうな。長谷部が全然なんかヘディング下手だったらごめん。やばい、こめかみがかゆい。こめかみかきたい、こめかみかきたい、こめかみ。おい、なんなんだこれ。お前までも、ディフェンダーまでもがコーナーキックの時には上がってきてヘディングに参加する。トゥーリオ、トゥーリオだな、トゥーリオ。また適当な、俺の適当なサッカー知識で。おい、しっかりやろう、しっかり。よし、おい、あはん、お前がそのどうなんだ。ちょうどいい、お前も宝石持ってるんだ、分けてくれよ。っていうか、これは断りません、あげましょう。これが不思議な有名な宝石かと。おや、なんだかじっと見ていたら眠くなってきちまったぞ。毒が盛られてんの、どういうことなんだろうな。ドナルドは本当、これは全く意味がない。さあフラキッズ、今のうちに逃げ出すんだ。催眠術効果、催眠術が使えるのこいつ。ベガの特殊能力というか、ベガの特技催眠術ってみんな知ってた。ストリートファイターのベガの特技、催眠術でって思わない？サイコパワーじゃないの、催眠術なのっていう感じ。昔からね、ストリートファイターのプロフィールはおかしいなって思うところいっぱいあったからな。そのサガットが82キロぐらいしかないみたいな。まあ実際のところ何キロだったか忘れちゃったけどさ。ほっ、いいねー。さあラスボスです、張り切っていきましょう。こいつを倒せば世界に平和が訪れる。戦い方は単純、吸わせる、咀嚼させる、攻撃する、逃げる、これだけです。これをひたすら繰り返す。で、問題はやつは上に吸うんだ。上に吸うっていうのがポイント。だからやつの上に居続ければいい。で、やつと同じところに入ったらもう死んでしまうから気をつけよう。さあ間に合うか。まあ、一発だけだったら間に合うんじゃないか。
はいよし。2発入れることができたらかなりかなりお得。でもとりあえずは1発ずつ。どっちから来る？はいはいはい。しっかり場所を交換して相手の攻撃を食らわないようにする。長生きするのがまずポイントよ。このゲームにおいて生き延びることがまずポイント。さあ来るぞ。どう来る？だからピンクに入るなら俺はこっちでいい。ピンク2つあるから自分で言っといて、どっちのピンクだか分かんなくなる。通る、入る、これ2回入るかも。ダメだった。やっぱり1回なんだな。しょうがないしょうがない。2回入るわけないわ、スピード的に。うん、ここでいいわ。あぶね、ちょっとぼーっとしてるな今。何も考えれなかったわ。さあ落ち着いていくぞ。さあどっちに入ったところで、おお、まだダメか、まだ違うのか。上を取り続ければいい。これに入ればいいんじゃない。あー、こっから来るな。ダメだ。なんだっけ、青い巨人のやつ、青い顔面がでけえやつが襲ってくるやつ。青鬼だ。青鬼みたいな感じでドアをこう一緒にくぐるってことはできないので、しっかり別個にドアに入らなきゃいけない。おい、ナメクジいなくなるよ。よしよし、ナメクジに待ち伏せされてるかもしれない。それも気をつけないよ。よよし、早い。よし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 。あのままいるとあのなんかわけわからん炎食らうからね。でその後普通にあえて体当たりされるから、逃げ場はない。さあどっから来る。まずは吸う。わ、危ね、危なかったね。これ吸われても、吸われ損っていうのはありえるから。またあいつがああやってドアを塞いでしまうと結局降りられないからね。よしよし、ここでいい。ナメクジそろそろ欲しいな。よし、はい、挨拶して帰っていく。ピンポンダッシュの要領よ。いや俺やったことねえな。よくなんかピンポンダッシュうんぬんって聞くけどさ、やったことないし、されたこともないし、してるやつ見たことないし。友達の家とかだったらありえるじゃん。いやまあありえるっつったって、まあうん、まあ、あり得るよな。友達であって知ってたらやったりするかもしれないけど、知っててもやんねえよ。友達のお母さんとかいるんだからな。やれないやれない。そう、わざわざ嫌われるようなことできないよな。どういう神経なんだろうな、ピンポンダッシュする連中って。有名人の家とかだとやりたくなるのかな。まあ、俺有名人の家の近くに住んだことはないけど。秋田だけどね、別になんか秋田の有名人っているかっていうレベルじゃないやって。よいしょい。やつの上を取り続けるぞ。瞬時の判断が必要になってくる。瞬発力、判断には瞬発力がいる。正しいドアを選ぶ。そしてしっかり握る。どのドアに入ればいいのかもしっかり見定める。相手がどのドアに入りたがってんのかを見る。これ俺が間違ってこの何掛け軸のようなドアに入っちゃったら、同じ部屋に行っちゃってボコボコにされるわけですよ。気をつけないね。流れで入らないようにしないといけない、ね、もう今入ってたら絶対死んでるからね。さあそうそう、体力がなくなってきたぞ。まずいですね。これはまずいですよ。よしよし、これは今ナメクジを倒しに来た。少しでも体力を持っておかないと。さあどっから来る。ピンク入るか。お、一番下に行ってくれた。さあ来い。一番上と一番下は選択肢が多いので、こうやって攻撃できるチャンスが2倍に膨れるというか2倍に広がるので。うんうんうん、ちょっと待ってくれ。うんうん、ちょ
ストップ、少々お待ちを。はい、すいません。たまにね、ちょっとキャプチャーボードが突然こううねりを上げて、うなりを上げてラグが発生するときがあるんだ。そうすると操作ともうそのラグが発生してだいぶ痛い目に遭うので、だいぶ痛い目っていうか、もう全然ゲーム性が変わっちゃうんで。よーし、いいの出た。いいよ、よかったよかった。危なかったよ、このままではダメだと思って。キャプチャーボードを再起動してきましたね。実機あるあるなんじゃない。よし、今のはなしだろうな。おやったー、くだらないことを言ってる時にクリアしてしまうのがまた、それも一興でさ、やったぜ。まいった、降参するよ。そんな顔だったっけ。そんなちっちゃかったっけ。お前がこの宝を盗みに来たのかと思ったんだ。宝なんていらないさ。本当か。目が本当のこと言ってるようには見えないけどな。それより僕たち家に帰れなくて困ってるんだ。笑顔だ。ああ、それならちょうどいい方法があるよ。パカ。キュイン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 。キャノン砲、メガリウム砲が出てるぞ。メガ粒子砲が出てる。すごい。まさかこれいい方法があるよっつって。わー、やばい。我らアースに降り注いでる。元気でな、また遊びに来てくれよな。あんなボコボコに殺しちゃったのにな、殺しちゃったのにそんなことが言えるなんて。楽しそうだ。虹に乗って帰ってきた。なんじゃこりゃ。こうしてドナルドたちの楽しく愉快な冒険は終わりました。お疲れ様でした。じゃあ最後はエンディングを見ていただきましょう。エンディングを見てる間は俺 LINE でも返すわ。このゲームはね、まあグラフィックもさることながら音楽もかなりいいし、でアクションとしてのなんて言うんだろう、完成度も高いというか、アクションステージも程よい難易度だし、ボスの難易度もそうだし、操作性もいいし、かなりね、アクションゲームとしては確立されてるというか、レベルが高い。とてもとても、皆さんぜひ一度、もし機会がありましたら、やっていただければなと思います。メガドライブなんですよね、ただね。メガドライブで、しかもメガドライブでしか売ってないのかな、今。バーチャルコンソールとかでないのかな。あっていいんじゃないかなっていうレベルですよ。それぐらい僕も昔はやり込みました。やり込んだといっても、ハードというか、エキスパートでやったことはなかったので、まあ、こうやって皆さん、というか、まあ、動画としてね、エキスパートのクリア動画というか、攻略動画を上げれてよかったです。まあ、ちょっと、スーパープレートまではいきませんでしたけど、まあね、こんな感じで、これからもいろんなゲームをクリアして、それを記録に残していこうかなと。で、普段もやってるんです、実は。生放送で。毎日一つのゲームを攻略するために、こう、配信をやってるので、もしよかったら、投稿者コメントから、動画を、生放送も見に来てくれたらなと思います。まあ、といっても、わかってるよ。この動画を見てくれてる人たちが、生放送を見てる人たちだってのは。わかってる。
まあ、そういう人が大半なんだろうなとは思いながら、まあもしこの動画で、ああ面白そう、へえ他にもいろんなゲームやってるんだ、見に行ってみようかなっていう人がいれば、ぜひぜひお待ちしておりますということで、皆さんのお耳の恋人赤い戦闘員でした行ってみたかったんだ。お疲れ様でした。失礼します。誰？右の海賊の人。